こんにちは。韓国在住ののんべい主婦です。今日は韓国の居酒屋さんを2つ紹介させていただきます。最初のお店は乾き物の専門店。2時から6時までお酒が2900ウォン290円というタイムセール中。夜の居酒屋雰囲気もいいんですが、昼間に来たら明るくてカフェみたいです。ショーケースにはいろんな種類の乾き物があります。好きなものを選んでお店の人に渡すと美味しく焼いて持ってきてくれるんです。私がいつも食べるのはこれ、タコの足。それからこの居酒屋の面白いところはキッズルームがあるところ。お店の隣には大きな公園もあるんです。ちょっと気分転換したい子育て中のママたちに嬉しい居酒屋さんです。まずは生ビールから。美味しく焼いたタコの足もタイミングよく出てきました。バターで焼いてくれたみたいで香ばしくって食欲をそそる香りがプンプン。最初の生は美味しすぎる。家で焼くとついつい焼きすぎて固くなっちゃうけど程よい焼き加減。ソースバーがあって好みのソースをセルフで持ってきます。社長さんおすすめのわさびマヨ、明太マヨでいただきます。これはビールが進んじゃうわ。この時は8月の終わりぐらいで冷え冷えのビールが美味しい時期でした。乾き物だけじゃなく、汁物、揚げ物、焼き物、デザートメニューは一通りあります。ビールが美味しくって、ビールに合うつまみを注文。下着物、唐揚げ、ポテトもついてる。ほんのりスパイシーだから、マヨをつけてちょっとまろやかに。これは社長さんのサービス、ナッツの盛り合わせ。韓国のこういう文化、本当に大好きです。やっぱり最後の締めは焼酎で。今日のお酒も美味しかったな。次の居酒屋さんもとても素敵なんです。2軒目じゃなくて別の日に行ったところです。店内はレトロ雰囲気。店内も素敵だったんですが、外の席に座りました。このお店はサービスで卵が出てきます。つまみが出てくるまで目玉焼きで一杯。目玉焼きってシンプルだけど栄養もあるし簡単でお酒のつまみにいいんですよね。塩を振りかけて。もうね、큰거야서그런가?
ささっと両面焼きして飲み始めます。このお店もいろんなメニューがあって選べなかったので、社長さんおすすめのお鍋を注文しました。韓国居酒屋の定番メニューで、スケトウダラの卵と白子の鍋です。この年季が入ったアルミの鍋も気に入りました。通常は赤い鍋なんですが、このお店のは白いです。白くても青唐辛子が入っているのでピリ辛です。春菊、えのき、大根、長ネギなどの野菜の他にカニも入ってます。たらこと白子の量が半端なく、本当にいい出汁が出てます。今日もお酒が進んじゃいそうです。屋台雰囲気で美味しいつまみを食べながら、友達と飲む楽しい時間は最高に幸せなひとときです。最後に居酒屋より素敵な場所を紹介します。冷蔵庫のものを持ち寄って近くの公園に来ています。私はキムチ餃子と大根サラダと冷凍焼き鳥を炒めて持ってきました。友達が持ってきてくれたつまみも美味しかったです。特にこれが揚げ麺にラーメンスープを混ぜたお菓子みたいなつまみ。近所の公園なんですが、静かでほとんど人もいません。秋晴れの太陽に照らされた紅葉が本当に美しいです。普段気づかない日常の中に意外な穴場があったりするんですよね。たまにはこういう空間で気分転換するのも悪くないです。何にもせずに素敵な空間で頭を空っぽにしたまま、静かにぼーっとする時間も人間必要なんですよね。秋の美しい風景に癒されたひとときでした。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。